ムケオチャンネルご覧の皆さん、こんにちは。本日につきましては、ムケオの人生に欠かせないもの10選、これちょっとねやっていこうかなと思います。まあこういう企画ね結構あると思うんでね、腕時計チャンネルなんで、腕時計途中に挟めながら私の人生で欠かせないもの、これ紹介していきます。行ってみましょう。はい、まずね1個目なんですけれども、まあ時計はちょいちょいこう挟めていこうかなと思うんですけれども、まあまずはね、やはり腕時計でございますね。こちら見てください。私の高級時計コレクションみたいになってきましたね。本当に最高ですよね。まあまずはこちらからいきますか。はい、バットマン青黒、まあこれが欲しくてですね、気づけば13年勤めた職を失っておりました。やっぱり腕時計全般に言えるのは、もう本当に外出する時であったりとかね、まあちょっとしたコンビニとかでも、もう僕はもうつけていきますね、高級時計を。はい、まあこれやっぱねやる気出るんですよね。でやっぱり僕もその今もうこれ一本でやってますから、常にこの時計と一緒にいたいっていうのもありますし、まあその24時間365日、まあ、夢の中でも仕事をしてるような感じあるんですよね。まあそんな中でもうこれをつけるのは仕事だっていうところでね、あのモードを切り替えるっていうところもありますし、なんかやっぱ気持ちが上がりますね。まあこれはね本当に時計好きじゃないとちょっとわからない感情かもしれませんが、まあ、結構皆さん言われますよね、あの気合が入るとか。このチャンネル始まる前もですね、まあ、僕はまあこのタグホイヤーとか持ってたんですけれども、やっぱりこれをつけることによってグッと行くぞみたいな感じにやっぱなりますよね。だから常にこの戦闘モードといいますか、まあ、もちろんライブであったり、まあ、通常のこのスタジオ Zika での配信活動であったりね、まあ、その辺でもね必ずつけるようにしておりますね。もうやる気がたまらない。でそんな中で私の人生を狂わせた時計、それがこの正確な時間を刻んでいる GMT マスター青黒バットマン、まずこれ一つ目に入れたいと思います。はい、ムケオの人生に欠かせないもの二つ目、こちらバックパックでございますね。これ結構あの私のね動画とかでもこれよく出てくると思うんですけれども、まあ、僕めっちゃ使ってるのがこれですね、ピークデザインのバッグでございます。ピークデザインですね。私以前あの狂った企画でね、あの100キロ歩いてリアルロレックスマラソンっていうね、全く再生数が伸びなかった割に地獄だったねあのロケをやったんですけれども、その時にあのなんかいいそのバックパックないかっていうところでこのバックパック買ったんですよね。これ結構4万円ぐらいしましたね。めちゃめちゃいいやつですね。だから海外旅行とかも結構これだけでも行けたりするんですよ。まあ、めちゃめちゃ良くて、でこれもう本当にもういろんなもの入りますし、めっちゃでかいんですよね。でこうやってガッて開くんですよ。これここがビゴーンって開くんでめちゃめちゃ入るんですよ。だから今後ね、まあここちょっと見切れてますけれども、これスイス行く時もね、まあ、キャリーケースもいいけれども、まあ、これで行くっていうのも一つ選択肢ではありますけれどもね、まあちょっと考えてるところでございます。結構セキュリティとかもしっかりしてて、ここの輪っかとかがあるんですけど、これねうまく使えば鍵みたいになってね、スリとかにも対策されてたりするんですよね。でこのピークデザインが好きなのはね、めっちゃこの細部までねこだわって作ってあるんですよね。このちっちゃいリングだったりとか、なんか地味に便利なのがねいっぱいあって本当に好きですね。ここに雨がっぱとか入れたりできるんですよね。でガシャッとこうかぶせたりもできるんで、めっちゃ良くて機能性めっちゃいいなっていうところでこれ買ったんですけど、まあちょっとでかいなっていうところで、めっちゃピークデザインでこっちのちっちゃいの買いました。これめっちゃいいですね。これつけ、これもパソコンとかもここ入るんですよね。でこれでまあ結構最近はいろんなところ行ってますね。やっぱこれだとね、もうめちゃめちゃ旅人感が出てね、ちょっとロレックス正規店とかめちゃめちゃ入りにくいっていうのがちょっとあるんですけれども、まあこれだったらちょっとしたバックパックっていう感じでね使うことができます。はい、私ねこのバックパックめちゃめちゃ使ってます。これが2つ目です。はい、続きましてムケオの人生に欠かせないもの3つ目、こちらリモアのスーツケースでございますね。もう結構旅するときは
動画でも時々出てると思うんですけど、はい、これですね、沖縄の免税店があるんですけれどもね、そこで買ったんですよね。で、免税なんでちょっと安かったのはありますけれども、しかもまあやっぱリムはですね、あの LVMH グループでもう世界のトップ企業で、もう安売りはしなくなってね、どんどんね、値段が上がっていってますよね。これももう多分私が買った時はもう10万ぐらい高くなってるんじゃないかなと思います。はい、でこれ旅する時めちゃめちゃいいですね、本当に。この一発目、これシンガポールでね、あの使ったんですけれども、一発目でめっちゃ傷ついたんですけど、まあそこがいいですよね。はい、皆さん分かりますよね、このリモは結構持たれてる方いると思うんで、めちゃめちゃ傷がついていくんですけど、まあ、これがね、育てるスーツケースっていうところでね、めちゃめちゃあの育っていってます。で、行ったところのまあステッカーとか結構貼ってますんで、まあ、今後はここにね、スイスとか、まあ、イギリス、まあこの辺のね、今後旅するところのものをね、ちょっとあんまり貼りすぎないようにしようかなと思って、あんまごちゃごちゃなるのもなっていうのはあるんでね、思ってますね。はい、このスーツケースマジでお気に入りです。もう傷を見ながら酒が飲めるっていうところでね、これが僕の人生に欠かせないもの3つ目です。はい、次はね、ちょっと時計挟めますかね。はい、こちら GMT マスター2金無垢でございます。いやー、もうこれがね、僕のまさかのね、ファーストロレックスっていうところで405万200円で買ったのを覚えております。しかもね、こんなん買うレベルの人間じゃないじゃないですか。でもこれを買ったことによって人生がめちゃめちゃ変わっております。はい、時計好きのね、お知り合いの方も増えたしね、まあ、それはまあ YouTube やってるっていうのも大きいんですけれども、だからここから始まったと言ってもね、まあ、過言ではない。この GMT マスター金無垢、3年前ぐらいに買ったんですけれども、当時はね、もうショーケースに置いてありまして、まあ、これを買うことができました。もう今はね、定価がもう100万以上上がってますからね、すごいことになってますが、もういつかね、これをガンガン使って、もうこれが馴染むような人間になりたいので、今ね、一生懸命やってるところでございます。ただね、今ちょっとあんまりガシガシは使えてない状態ですね。はい、なかなかちょっと高価すぎるっていうところもありますし、まあ物騒だっていうところもありますし、まあ、そこを超えるようになりたいなっていうところはあるんですけれども、今ね、しっかりとなんとなくちょっと道筋が見えてきた中で、本当にこれっていうのはなんかいろいろ見てるだけでね、思い出しますよね、あの昔の感情とかを。まあ、詳しく語った動画はね、上げてますんで、まあ、そちらの方もね、見てください。続きまして、ムケオの人生に欠かせないもの4つ目、ポケモン GO プラスです。はい、皆さんポケモン GO プラスですね。皆さんポケモン GO やってますでしょうか。はい、ポケ GO プラスはマジで使ってますね。まあ、どんな時使うかっていうとですね、まあ、ランニングする時ですよね。まあ、結構以前はね、あのランニングする時音楽とか聞いてたんですけれども、なんかちょっと音楽聞くと、僕はこの走りながらなんかこのアイデアみたいなのをね、あの結構考えながら走るんですよね。結構それってこうランニング中になんかすごいアイデアが出てきたりとか、なんかそういうの科学的にもあの実証されてるみたいで、だからそこでね、音楽を聞くと、なんか音楽に気がいっちゃって、なかなかこう集中して、なんかいろんなアイデアが降ってこないっていうのをちょっと感じまして、最近は無音で走ってるんですけれども、ただ無音でランニングするのもちょっと暇やなっていうところもあるんですよね。もう何もなくなるっていうところで。で、そんな時に私はこのポケモン GO プラス、これをね、携帯をポケットに入れて、このポケ GO プラスでね、ブルルって言ってくれますから。はい。ブルルって言ってピッと押したら、ポケモンも捕まえられますし、ポケストップも。はい、回すことができて、アイテムもゲットできます。まあその結構ね、なんだこれって思ってる方おられるかもしれませんが、まあ、結局ね、ポケモン GO をやるっていうことで、まあ、運動しますからね。それはまあ健康にもいいですし、まあ、ずっと携帯見て歩きスマホするっていうのはもう本当危ないので、まあ、そういう中で私はね、このポケモン GO プラス、これがあるとね、非常に楽しいです。歩きスマホでポケ GO やってる方はぜひね、これ買ってみてはどうですか。最近結構ね、ちょっと値段も上がってきてるんですよね。はい、続きまして、ムケオの人生に欠かせないもの5つ目、カナダグースのダウンジャケットでございます。もうこれめちゃめちゃいいですね。もうほんとこれ買ってよかったって思ってますね。僕が買った時10万円ぐらいだったんですけど、もう今なんかもうめちゃくちゃ上がってるらしいですね。20万以上するっていうのをこの前ライブで教えていただいたんですけども、マジであったかいし、
もう超いいですね。やっぱこういう買い物しないとダメなんだなっていうのは僕はもう本当に感じるぐらい、このカナダグースマジでいいです。まずはね、やっぱかっこいいですしね。でシンプルなやつ買ってるんで、結構これ買って何年だ、もう 5,6 年経ってるんですけど、全然まだ着れますし、いやまあ超いいですよね。でめっちゃあったかいですね。もうこれ着てなんか寒いところに行くのが本当にね楽しいんですよ。でしかもこれね、欲しすぎて、僕沖縄で勤務してたんですけれども、その沖縄で勤務する1年前の冬ぐらいに買ったんですよね、これね。だから5年間ぐらいほぼ着てない状態になったんですけど、ただその中でもこれが着たいから寒い場所に旅行とかしてましたもんね。スタジオズイカとかもそうですけども、これが着たいっていうぐらい、そのぐらい本当お気に入りですね。しかもまあずっと使えてますんで、これは最高です。ぜひ皆さん早めに買うのをおすすめします。はい、続きまして、ムケオの人生に欠かせないもの6つ目、 MacBook Pro です。はい、これ MacBook Pro M1 Mac になるんですけど、まあちょっとまあもう最近では結構古くはなってきたんですけれども、まあまだ全然ね、使えるかなっていうところです。例えば書き出しとかはね、ちょっと最近もうちょい早ければなっていうところも出てきましたけれども、いやでもこれはね、もう本当にっていうか本当すごいよな。もうこれだけですもんね、僕の仕事って言ったら。これさえあれば僕多分世界中どこでも今仕事ができる状況ではありますよね。まあ動画を撮って、まあ、編集してと、これライブ配信ももちろんこいつがやってくれてますし、サムネイル作ったりとかね、もういろいろな、まあ、ネットワーク環境、これとネットワーク環境さえあれば、まあ、どこでも行けるっていう、この最強のマシンですよね。はい、まあ、結構ねそのこれをね、スタバで使うのダサいみたいな空気感あるんですけど、僕はゴリゴリ使ってますね。やっぱりずっと同じ場所でこう仕事してるなら集中力が切れるんですよね。で結構いろんなところに移動して、まあ、カチャカチャやるんですけれども、まあ、これねそんなに重くもないですし、もうさっきのバックパックに入れて持ってけばもう全然使えますしね。いや本当にこれは最高ですね。やっぱりちょっとね、僕もこれフルスペックとか、まあ、上げてね、スペック上げてね、ちょっとね使いたいなっていうところもちょっとあったりはするんですけれども、まあでも全然今もこれ使えますんで、まだこれを使ってますね。 M2Mac にしてそのメモリー上げるとかでもいいのかなとも思うんですけれども、まあ、これは本当に人生に欠かせない、超重要ですね。はい、まあ、またこれを使ってね、いろんなクリエイティブやっていくんでね、本当にこれは大切なものですね。時計挟めていきます。はい、こちらですね、白樺モデルグランドセイコーであります。これも最高、本当にもうこれはねつけやすすぎですね、もうめちゃくちゃ、そういえば定期的にこうパッとね、いつもこのロレックスを最近まあつける場面が多いんですけれども、まあ時々ね気分転換にこれをつけたりするんです。またこのハマるんですよね。今までロレックスめっちゃ最高と思いながらつけてて、パッとこれをつけるとまたグランドセイコーにハマり直すっていう感じですね。まあ、これもね、私が買った時よりかはね、まあ値段もね10万円ぐらいね値段上がってますし、あとまあ結構話題になりましたよね、この時計っていうのは。大谷選手とかね、いろいろヌートバー選手とか、まあそういうのがあって、これは本当に最高です。結構そんなに時計に興味がなくて1本おすすめするってなった時に、結構これおすすめする可能性もありますよ私。そのぐらい最高、グランドセイコー白樺。あとはサブマリーナーもですね、ここで紹介しておきます。サブも最高ですよね。まあ、やはりこのシンプルなデザインとロレックスの王道というところでマジで最高。もう時計に関してはね、もう本当にこう湧き上がる最高というところしかないんですけれども、まあつけやすいですね、この辺はですね。ちょっと白樺でシンプルすぎるなって思った時はこのサブマリーナでね、まあ、シンプルながらもやはりこの文字盤とかね、いろいろ見せるところは多いのがありますので、こっちに切り替えたりとかね、まあ、そういう風な使い回しとかもやってます。まあもちろんね、世界最高のダイバーズウォッチでもありますから、これつけてね海に潜ったりとか、それもしましたんで、まあ、その辺はカード出しておきますがね、めちゃめちゃ最高な一本です。はい、続きまして、ムケオの人生に欠かせないもの7つ目、衣装系ですね。
はい、こちらもずっと来てますけれども、まあ、こちらね案件いただきましてね、こちらのジャパンウォッチフリークブランドに関しましては結構皆さんも買ってもらって本当にありがとうございます。もう最近はもうずっともうライブとかするときはねもうこれずっと着てますね。本当に着やすいですし、まあ、僕まあ本当に何着ていいのか分かんなくてね、結構去年のライブとかなんかモワモワしたやつ着たりとかしてたんですけど、やっぱりねこうバシッとあるとねもうめちゃめちゃいいですよね。ちょっと時計好きをおしゃれにというところでね今紹介しているところでありますね。ちょっとなかなか再販が追いつかない状態でねありますんで、皆さんもぜひねチェックしていただきたいんですけどもね。あとはまあこの辺の変装グッズでございます。はい、これはちょっと欠かせません ね。もうこれかぶってね、これないとちょっと不安ですもんね。これなくして YouTube ライブやるっていうことがちょっと今は考えられません。はい、もうこれで3年以上やらせていただいてますからね。ちなみにこれはですね、まあ、僕もめちゃめちゃ皆さんに言ってもらって作りましたね。仮面に関しては50個ぐらい作ったんじゃないかな。まあ、そこのクオリティはもうめちゃめちゃ高くなってるんですけれども、実はこれとか今僕が使ってるのはこれはキング DT 製なんですよね。皆さんご存知ですかね。僕の友人キング DT がデザインからこれ作成してるんですよ。まあ、ちょっとねこの数字が違ったりとか、まあ、一部レア個体としてここの数字が8のね僕が作ったモデルっていうのもあるんですけれども、まあ、私はちょっとねキング DT 製のこういうこの仮面もね使っております。まあ、これはねもう本当に欠かせないものですよね。はい、続きまして私の人生に欠かせないもの8つ目、ムケオムントルです。はい、こちらムケオムントルね2023年時計置き、これね作らせていただきました。もう累計でもう100個以上ですよ。もう全然100個超えてますからね、皆さんに買っていただいて、もう今年もこれなかったら本当にねやばかったんじゃないかなっていうぐらいのところなんですけれども、まあこれ本当に作って皆さんに喜んでいただいております。もうこれはちょっとね欠かせないですね。もう最近もう本当これパッて帰ってきたら、結構これ使ってる方本当に便利だと思うんですけど、もう本当もう別にそんな目立ってめちゃくちゃいいとかじゃないかもしれませんが、ここにポッてあればこうピッて置くんですよね、やっぱね。で結構これ職場で使ってますっていう方もね結構おられますし、まあ本当にこれはね僕はマジで使いやすい、まあ僕が設計したんですけど、はい、まあこの形自体がいいんでしょうね。まあ結構皆さんにも喜んでもらってますんで、これは本当にねちょっと欠かせないものになってきましたね。うん、まあ結構喜んで複数買っていただいてる方もおられますんでね、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、ムケオムントル、これもね今欠かせないものになってますね。続きまして僕の人生に欠かせないもの9つ目ですかね、イヤーポッツプロ。はい、まあこれはやっぱねもうすごいです。まあ世界中でもめちゃめちゃ売れてますね。もうこれの売り上げだけで確か任天堂とかの時価総額超えてるぐらいの、まあ、めちゃくちゃ売れてるやつですよね。まあ、やっぱり必要ですねこれは。うん、まあどこに行くにしてもずっと、まあ、僕はもうめちゃめちゃ YouTube やっぱ見ますよね。どんな YouTube があるのかとか、まあ、そういう風に見る中で、まあ、これ絶対いりますし、まあよくさっきも言いましたけれどもカフェとかでね仕事するときあるんですけれども、まあ、絶対つけていきます。はい、ただねこれちょっと僕ね耳がねなんか最近なんか弱いのか分かんないですけど、ずっとつけてるとなんかめっちゃ痒くなってくるんですよね。だから僕取ってますねこれここの部分ね、うん、ちょっと取ってます。はい、で取るとめちゃめちゃ使いづらくなるので、こういう落ちないやつですね、なんかシリコンのやつがあるんですけど、こういうのを使ってずっとつけてますね。まあ、これもあれですよね、もう本当につけてるかつけてないか分かんないぐらいの安定感になるんで、まあ、本当にいいんですけれども、ちょっとねこの耳が弱くなるのはね、ちょっと次ね病院行こうかなってちょっと思ってます。はい、これは欠かせませんね。はい、続いて僕の人生に欠かせないもの1個目、電動歯ブラシです。はい、もうこれはちょっとですね、まあこういうの結構皆さん紹介してたんで、まあ、電動歯ブラシないとちょっときついですよねやっぱり。うん、やっぱ手で磨くってなるとめちゃめちゃきついの で今までね結構ぶっといやつ使ってたんですけど、やっぱこう時が流れるにつれてめちゃめちゃこうシャープになってって、もうこれ最高ですね。ドルツっていうパナソニックのやつ、はい、これ使ってます。まあ、他にもねめっちゃいいやつあると思うんですけれども、これもねやっぱりこの歯ブラシに関してはもう電動じゃないともう最近きついなっていうところになってます。で結構僕
まあ、旅しているんですけれども、まあ、その旅する時もこれ絶対持っていきます、まあ、こうピッて先っぽ外せばね、入りますから、そのバッグの中にもね。だから電動歯ブラシはこれは必須です。ちょっと番外編いいですかね。この前買ったばっかりでね、全然このネタを書いた時にこれ入れてなかったんですけど、このマッサージ機めっちゃいいですね。これ名前もまあ結構有名人がローラさんとかがね、結構これ宣伝とかしてたんで、まあいいブランドだと思うんですけれども、マッサージ機ですね、これ。これねめっちゃ気持ちいいんですよ、これ。いや以前からパソコン作業とかしてる時に首とか凝ってくるじゃないですか。まあ結構そのあんま僕物買わないんですけれども、家電量販店とか行くとこう置いてあってね、うわなんか使ってみたらめっちゃ気持ちいいやんと思って結構悩んでる中で、まあ、別にまあ1万円ぐらいだったんで、もうちょっと頑張って買おうと思ってバッて買ったんですけども、最高ですね。もうずっと当ててます。ここ 2,3 日に買ったんでちょっとあれなんですけど、これちょっと今後欠かせないものになってくるかもしれませんね。これと時計こう合わせたらなんか振動テストとかできそうですけどね。ちょっとこれ番外編で言っておきました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあこんな感じで僕の人生に欠かせないもの、時計めちゃめちゃでかいんですけれどもね、まあこれ入れながらちょっと他のやつもまあこういう企画もあっていいんじゃないかなっていうところでちょっと紹介してみましたね。まあいかがだったでしょうか。まあどうですかね、ちょっといつもと違うテイストでやってみたんで、まあどのような感じになるか分かりませんけれども、まあちょっとねこういうのもやってみようと思ってね紹介しました。本当に最高ですね。まあまず時計がまあ一番ですよね。こうやって見てみると時計中心に回ってるような感じはやっぱりあります、最近は。はい、本当に最高です。まあ、しっかりとね今後もこの時計をね愛していけるようにねちょっと頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、本日につきましては無形の人生に欠かせないもの10選プラス1やってみました。皆さんも何か欠かせないものがあればコメントください。はい、本日は以上になります。ムキムキ OK、また別の動画で会いましょう。ではまた。